よし見えてるけど。わー、やばい。ヘリモから着弾しました。うわ、めっちゃいいタラじゃん。しかもこれ腹抜いて立ち別にしてくれてるね。わあ。さっと塩水で洗います。うわ。お腹出してないじゃん。え？出してないよ。嘘。ほらお腹も出てないの。したら立ち別でくれたのか？そうじゃない？マジか。あ、ほんとだ。タラコやん。どうしようどうしよう。あ、ちょっとどうしようどうしよう。わあ、すごいね。めっちゃいい匂いするぜ。まず、鱗取っていきます。タラの鱗ってね、細いからね、落ちる。すげえ肝臓だ。あ、何食ってない。めっちゃいい匂いするな、おい。よし、ここだね。これ素晴らしい。ここが入ってるよ。これは小あえにします。じゃあね、太刀の方もね、綺麗にしていきます。うわ、これ、素晴らしい。太刀って、こうやって血管で一本に繋がってて、少しずつね、切りながら洗っていきます。漁師の友達から魚が送ってくるんですけど、タラ。お腹を開けてタラコかタチか、どっちが入ってるか見ていきたいと思います。よいしょ、よいしょ、でけえ。お、いい匂いすんな。こりゃあ、ちょっと、あれだなぁ。腹パンやん。これ、立ち何本入ってっかわかんねえぞ、これ。出ちゃってる、出ちゃってる。よっしゃぁ。それじゃあ、血抜きしようかな。腹って割と血出ないんだけど、血抜きしまーす。とりあえず圧迫でね、血抜いてみたいと思います。出ないかな。これ以上やったら、なんか、タチが潰れちゃいそうなんで、こんなもんにしとこう。よっしゃ、やっていこう。この存在感、やばいな。ちょっと写真撮ろう。よし、それじゃあやっていくよ。まずはね、枝取っちゃいます。もう見えちゃってるけどね。よし、見えてるけど。うわー、やばい。めちゃくちゃいい立ち。うまいね。これやったわ。エリモの漁師やったわ、これ。いやー、すごい。しかもめっちゃ綺麗じゃない、色。めっちゃ綺麗。めちゃくちゃ入ってる。やば。どうしようどうしよう。ほら、キモ。あー、キモ、こら。す
うわー、いたいた、いる、これ。これ、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 全部これ。兄さん？兄さん、これ。これも兄さん。うわ、兄さん。やっぱタラはすごいわ。苦玉の色ついちゃってる、これ。こればっかりはしちゃうね。これほらすごこれだよ、量がえぐいわ、マジで。出てきた立ちの量、やばくないこれ。ちょっとここはね、さすがにニガ玉の色映っちゃってるけど、こんなん全然血も大してないよね、うん、うわすごいわマジで、パラダイス。塩水で洗います。後から家行って75度のお湯で茹でます。タラってあんまり血合い少ねえの。そうでもよ、そしたらね、もうおろしながらさばいていきます。おろしながらきれいにしていきます。じゃあまず頭取っちゃいます。よしよし、すげえ顔してるよね。これもね、鍋にしたらめちゃくちゃいい出汁出るんで細かくしていきます。難しいんだよね。うわ。ここ刺身にします。こんだけ昆布締めします。背中のね、内臓から一番遠いところ一応気にします、やつを。よし、次は西京焼き。こうやって固まっちゃってると圧迫かけても血は抜けないんだよね。これこういう風にもう血液ってすぐ固まっちゃうから、こうなっちゃうと圧迫でも抜けない。こう本当ならこれが圧迫で水で押し出される血液なんだけど、こういう風にやっぱり凝固しちゃうとどうしても抜けなくなっちゃうね。さばき終わりました。これはね、刺身昆布締めして食べてみます。うわ、見事な立ち。これは鍋に入れたり、少し茹でて立ちポン、焼きポン、いろいろ料理してみたいと思います。頭は三平かな。これはまだ塩振ってないんで、塩振ってから三平にしたいと思います。はい、こっちは鍋用、これが西京漬け用、家に持ってって西京漬けにします。はぁ、時間かかった。